はい。ということで、なんかよくわからない水に流されてしまったんで、まあ文字通り、今までのことは水に流していただいて、まずこっちをやろうかなと。はあ、ホールドロック、ディファレントウェポン、エボリューション、ホールドロック、この6武器、進化させましょうっていうのをやろうかなと。はい、これ多分だけど、新しい武器が来るんじゃないかな。そうね。はい。これ1個と、で、下の方にアルカナの解放ですね。はい。31分、マッドフォレストで生きろっていうアルカナと、アントニオをレベル99に達成させろっていうあるかなのがあるんで、まあ、これを一気に3つクリアしていこうかなということで、まあ、アントニオのレベルの99で31分生きる、マッドフォレスト31分な、はい、まあ、31分生きるのであればあれですね、クロックランセットと月桂樹をちょっと取りに行きたいところですが、まあそうね、どうしようか、無知だからスラッシュでいく、でもスラッシュ後でやりそうなんだよな。じゃあ食材爆破するか、炎の杖取って。あー、なるほど。したうん、全然関係ないけど、アントニオ。いいんじゃね？ヘルファイヤーはやるでしょ。ヘルファイヤーはやるじゃ、ターナも取るか。あー、いいんじゃない？ターナってなんだっけ、これ。アーマーか。ピニオンだから、翼かな？翼か。うん、あー、いいんじゃない？じゃあ、オッケー、これでいこう。これで。はい、で、赤字は取らない。取らない。はい、うん、だって取ったらね。取ったら進化させられない。はい、進化させられないから。行きましょう。はい、じゃあ。爆発で爆発構築で行こう、行きます、よろしくお願いします。はい、とりあえず経験値の動きかな。そうですね、経験値でめっちゃ上げて、うん、ターナー、ピニオンターナーのやつが来たね。経験値も来たな。ターナーから行くか。ターナーから、オッケー、はいはいはい、強いとこ見せていこうぜ、うちらの。そうですね。ああ、まあ武器はどうしましょうか。バニル、あ、バニっていく。ピジョーネとか絶対いらないしね。絶対いらない。バニっていこう。バニっていこう。何どうした、猫が流れてきた。まあいいや。えい、はい、はい、オッケー。まあ場に行ってって、まあ炎の杖が、うん、一応その爆破構築ということで、はい、取りたいねと。まあ本体当たっても爆発するんで、今ね結構爆発当たっていくのもいいと思います。ああ、いい感じですね、うん、ぶつかっていくのもいいですね。クロックランセット、クロックランセットは必要、必要、はい、クロックランセット月桂樹、ぶつかっていこう、ぶつかっていこう。なんか特殊演出がね、体当たりが強い、起きるらしいですけどね。そうですね、特殊演出がまあ確定ではないんだよね、俺らが。え、でもあれじゃない、多分だけど、うん、クロックランセットと月桂樹を両方進化させた時の、うん、特殊演出じゃないで終わってるから。あー、俺、うん、なるほどね。じゃあ分かんない、俺らの予想だからな、ね、はいはい。でも今回起きたら、あ、そうなんだねっていう感じだけど、空白は取っとくか。空白取って、まあ最悪空白の書取ったならアイスワント取ってもいいよね。うん、あ、取っとくか、空白取っとこう。はい、うん、結構アイテムは割と、まあ、とにかく全部進化すればいい。あ、まあ、じゃあね、翼だけ。そうだね、翼は取んなきゃいけないね。確定で取りたい。うん、で、無知なんてもう上行けばホローハートあるし。うん、そう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 。結構アイテムはあるね。うん、そうそうそう、左のクローバー取るなら、まあ、クロス取ってもいいしぐらいだね。そうね。大体武器はちょっと結構広がりがあります。そうですね。ああ、まあまあ、空白上げてってもいいし、聖水取るなら引き寄せは取んなきゃいけないって感じだな。まあ聖水でもいいけどね、ほんとね。うん、ほんとに聖水でもいい。まあ絶対取んなきゃいけないのが、もう武器としてはあの炎の杖ぐらい。そうっすね。なんで、あと2つどうしようかっていう。あ、ごめん、あれだ、月桂樹か。月桂樹ね。月桂樹。そうだ、月桂樹、月桂樹、炎の杖。月桂樹、炎の杖。意外と狭い。狭い。ってことは、あと1枠武器。まあ、まあ、道上げていくか。ニンニクもいいけど。ニンニクにしちゃって。でまあクロックランセット月桂樹あれ何でもクリアできるんですよね。そうなんだよね。まあ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 、マジにしときますね。うん、ニンニクであのクロックランセットの凍結 の効果も伸びるんで、まあ今回そこを見る、ニンニク見るという形でもいいかもしれない。違いが分かるかどうか分かんないけど、ね、まあいいんじゃない、うんうん、凍結、相手の凍結耐性が下がるっていう話ですよ、ね、はいはいはい、もしかしたら長く止まってくれるかもしれない。なんかニンニク久々な、前回そうなったんじゃなかったっけ、ん、違うっけ、前回そうなってたんじゃないの、違うのか、前回ニンニク取ってないんじゃないかな。でコメント欄で見つけたんだよな、はい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 、せっかく固まらせんならニンニク取ればいいのみたいな言われて、あ、そうかいっつって、確かに、うん、まあどう変わってっか分かんないけど ね、 そうね。じゃあまあ凍結構築にするんだったら、あの凍結のあるかな、凍結のあるかな。でたまたまほらアイスワントも今、あ、取れねえ、アイスワント取れねえ、取れねえわ、うん、はい、じゃあ、じゃあダメです、はい、あのクロックランセットの凍結だけでどうにかっていう、うん、あれなんだっけ、炎の杖か、炎の杖、あ、
一生忘れるわ。そうね、まあまあ上げていきましょう、普通にね。レベルも上げてって、体当たり体当たり体当たり欲しいんすよね。翼だけ、そうね、翼だけちょっと、うん、ちゃんと欲しいので、ろうそく取っていい、ろうそく取ってもいい、はい、うん、じゃあろうそく上げて、ろうそく取って体当たり体当たり、進化武器のうち無知、無知グロックランセット、ニンニク、月桂樹、うん、で炎の杖のやつは落ちてるから全部取れるね。そうだから翼だけだ、そう、翼だけだ、翼以外適当でいい、適当でいい、適当でいい、本当に適当でいいんだね。ああすごいね、そう、翼以外適当でいい、だからアイテムとんでもないことだろうね。そう、ね、3列目いくね、頑張って取りに行かなきゃいけない。でもああ確かに確かに、だから翼が欲しいんだよマジで。ああ翼をください、出ましたね翼をください。もなんか耐えたりしてたレシピ半分になっちゃった。まあいいや、王冠か、王冠か、あ、まあ最悪取ってもいいけど別にそんな必要かってところ、いやいや、あのアイテムの埋めたくね、早く。ああなるほどね、だって取らない必要もなくね。じゃあ取るか、うん、まあここまで言ったら引き寄せとかも欲しいですよね、もうね、逆にね、いっそ、ああ欲しい、武器もっとくれ、武器は7枠欲しい8枠欲しい、いや12枠欲しい、なんか全部欲し、あれ取りたいよね、全部取りたい、マジで全部取りたい、あのボーナスステージみたいに。そうそうそうそ う, そ う, そう、アイテムはボーナスステージ全部取れるけど、あブレイサー、ね、も取ってもいいね、いいんじゃない、うん、絶対取らなきゃいけない、本当に翼だけだから、まあまあ 6枠目に最悪翼を迎えればいいんだろうっていうことで、ね、迎えればいい、はい、まあ、すごい上げるもの多くなるけど、前回そんなに大変じゃなかったよね、さすがに、さすがに大丈夫よ、大丈夫じゃねえことねえよ。引き寄せ来たじゃん、 OK 引き寄せありがて、じゃあもう翼次確定だ ね, 定ね、はいはい、okay、で翼と炎の杖、OK、そうね、翼と炎の杖さえ取れば、もうあとは全部フィールドで、うん、フィールドで賄える。あれだね、ガリがちょっとめんどくさいからガリ最後にしようか、まあ、引き寄せでちょっとレベル上げていこうかな、うん、いい、うん、そうね、序盤からガリがいるとちょっと大変だから、そうね、最初に上のフォローハートとか下の愛の加護とか取ってっちゃって、あ、ホーレンはダメだ、ホーレン、あーそうだね、スキップだね、バニッシュでもいいけど、バニッシュか、クローバー、あー聖水か、聖水バニッシュでいいね、炎の杖きやすくなるし、あ、どっち欲しいかな、クローバーにしよっか、あ、クローバー拾う可能性あるか、聖水バニッシュだな、聖水バニッシュ、まあ早く炎の杖と翼が来てほしいですね、うん、さあ5分まではレベル上げたい、そうだね、5分までレベル上げて、レベル上げづらいタイミングで行くと、ムチ、まあ、ムチムチ、さすがにね、死ぬことはないだろうから、うん、死ぬことはないので、ワンチャン死ぬとしたら本当にもうガリなんだよな、ね、まあ、バインダーマットか、まあ、ろうそくでいいかな、確かに、バインダーマットね、王冠、王冠引き寄せ構築、王冠引き寄 せ, 引き寄せめちゃくちゃ経験値上げる構築な、あ、まあ、一応レベル99にしなきゃいけないっていうことだから、必要では、おっ、必要ではあるんだけど、多分このままいくとレベル170ぐらいになるんじゃないかなっていう、ああなるほどね、まあでもあのあいつらも負けなきゃいけないから、あそうね、そう、あとからだってあいつらで祝36必要だからね、多分100、110いくつまで負けなきゃいけないんじゃない、少なくとも、そうか、月桂樹クロックランセット77でしょ、で両上下左右の腕輪と矢印のアイテム全部9にしなきゃいけない、そう、かなりかなり大変だな、だからまあ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 今いいと思う、かなりこの動きでどっから向かうかねこれ、まあ5分バナでしょ、うん、いやちょっと困るなこれ、翼さっさと来てくんねと、ね、全然来ないね翼ね、マジで来ない、まあ寄っとくのはいいと思うんだ、そうそう寄っとくのはいいと思う、うん、ただ5分バナだしな今、あただ寄っちゃうとガリ出るからね、まあね、どこ寄ってもガリでガリガリでな、しますけど、まあ名前ないしいいんじゃないちょっと、うん、ガリで、うん、名前あんのかねこいつら、ああどうなんだろうね、あまあこれは取っていいな、オッケー抜けちゃおう、どっち行きます今、場所的にどう、場所的に真ん中ぐらいじゃないかな、まあどこ行ってもいいねじゃん、上で上行きます、はい、オッケー、さあホローハートには近づいてきたけど、あれを取る前に何としても翼が欲しい、そうなんですよ、引き寄せナイス、うん、これは大ナイス、大ナイス、危ねえ取んないよ、うん、大ナイスだけど、あんまり来ない、ね、いや遠いんすよね、あーなるほどね、うん、じゃあ今一生懸命経験値が下の方からやってきてくれてるわけか、そうそうそう、徐々に、あ
ああ、トゥル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 ってきた。ああ、まあ、ムーチあげて。あ、もう終わりか。あ、もう終わりか。結構取ってたんですね。なるほどね。ちゃんと回収はできてたと。さて、どうすかね。まあ、ご覧いただきつつ、もう、とりあえず翼だね。うん。とにかく翼。オッケー、これ、うまいぞ、これ。ちょっと体当たりして。コウモリには体当たりして、経験値を稼いでいきたい。ナイスナイスナイス。まあ、緑も全然やれないことはないからな。そうね。うん。まあ、あんまりコウモリ以外に当たると HP がやられちゃうっていうぐらいですかね。ダメージがね。うん、ビニオン。あ、まあ、空白でもいいか。まあ、どうしてもいい。ほんと翼。ニンニク1あげたいな。ちょっと狭い、さすがに。そうね、若干狭いね。肉。あー、っときた。よし。よしよし、これでもう。あ、1回レベル上げとこう、ここで。あ、わかったわかった。うん、まあレベル上げて上のホローハート取ってガリ出してかな。そうだね。ムッチ引き寄せか、うん、引き寄せか、あー引き寄せるよ、引き寄せよ、うん、ちょっと経験値回収はな、うん、これ経験値なんか割と怪しそうなんだけどな。怪しいというとさすがにか。あー、さすがに余裕でいけると思うよ。さすがに、うん、200レベルまでいくと思いますよ。確かに割と心配なんだけど、まあでも途中からいっぱい手入るもんな。そう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 、大丈夫。引き寄せか。引き寄せる。引き寄せよ。だったらクラウド、まあまあ引き寄せよ。引き寄せよ。引き寄せよ。好きだね、引き寄せ。引き寄せましょう。絶対引き寄せた方がいいから。ああ。絶対引き寄せた方がいい。まあ取る量が変わんないなら一応ここ、まあクラウン。いや、引き寄せた方がいい。絶対引き寄せた方がいい。あ、そうかい。絶対引き寄せた方がいい。うん。赤コウモリ、赤毛のコウモリも来てくれたんだ。死んだけど。ああ、いいじゃん、引き寄せよ。あ、ほんと？うん。あったあった。いや、もう、従いましょう。ああ。あ、インゲームリーダーだから任せてくれ。取ろうか、ホローハート。ホローハート取るか。取ろうか。オッケー。そろそろガリ出す？まだ？ガリか。うん。まあ、そうだね。じゃあ10分でなんか一武器進化してからかな。オッケー。じゃあ右行っちゃおう。ほうれん草行っちゃおう。ほうれん草行っちゃうか。うん。おいおい行って。ムチ。ムチ進化か。ムチ進化だね。10分でまあ最速ムチ進化させて、まあ、悪くねえからなムチもな。まあティアで回復するのもちょっといいっすよね。安定感がありますよね、うん、あ、始まっちゃうねこれ。始まっちゃうか。11分の骨がまあ取って、こそね、これ取って少しでも火力上げて、オッケー。でこれがこれアルカナバットね。アルカナバットね。オッケー、ムチ、これでムチ、オッケー。これでコウモリ、コウモリじゃカマキリを倒せば、うん、ムチが進化でブラッティティアで結構安定するようにはなるとは思う。鼻きちいな。そうね、結構きつめ。あ、何でもいい、王冠でもいい。王冠、オッケー。早く倒したい。きちいな。王冠、オッケー。やべえ、アルカナはやべえな。ちょっとマジでやべえな。うわー、一死しちゃった。一死ね、オッケー。あー、もう死ねなくなっちゃった。あー、ランセット取るか。オーケー。さあ、勝て、オッケー。これでブラッティティア。これでブラッティティア。ナイスー。オッケー。まあ、これで回復するんで、かなり安定するでしょう。まあまあまあ。まあ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 。で、これ、アルカナバット。さあ、何のアルカナを取ろうかな。よし。まあ、一応、フリーズって話ではあるが。まあまあ、それもあり。アウェイクもありってことだよな。あー、アウェイク全然ありだな。不安だし、ガリ、これからガリ来るし。ね、これからガリが来るから。いいと思う、いいと思う、いいと思う。まあ、安定を目指すか。安定目指そう。はい、じゃあ、アウェイクで。うん、失敗動画そんな何本曲げるわけないか。まあ、そうね。ここで、あ、まあ、翼取ってダッシュ しに行くか。あ、回復も決まって。まあ、こいつらはそう、ね、こんな感じしていいから、うん。当たっても大丈夫だと思う、多分。そうだね。回復になるし。うん。あ、オッケーオッケー。もう、全然当たっていける。うん。まあ多少もちろん食らってるんだけど、その分ブラッティティアで回復してるんで、突撃するとやっぱきついか。そうね、ゆっくりゆっくり。そういい感じにやってる。いい感じにこうクロックランセットのとことか行くと、うん、そうですね。オッケーオッケーオッケー。あ、いいっすね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 。さあ終わりました、骨が終わった。ニンニク強かった。ニンニク狭いもんな。ニンニク今ゴミカスだから。まあ、でもこれで引き寄せと王冠がマックスになったわけか。うん、まあ、これ最強経験値構築ではある。最強経験値構築。OK、ファイヤー。ファイヤーないっすよ。だったら、もうこの終わったタイミングで、あれですね、ほうれん草をちょっと他のほうれん草を上宝箱ある。
宝箱。これが多分あれかな、これはメスかな、メスだと思う。メスだから進化はもともとしないから、多分しないと思う。取っちゃっていいか、うん、OK、 ナイスドリル、OK、ドリル5。さあホーレンが実はどっちだ、上右か、右か、ごめん、右のが近いと。そしたらこれもう右狩りだな、右狩り行っちゃった方がいいね、出すしかないね、もう出すしかない、まあ、ブラッティティアあればなんとかなりそうな感じがする。あとアウェイクも取ったしね、うん、そうそう、アウェイク取った時の安定感がマジ違うから、そうね、3回死ねるんだもんな。そうなんだよ、3回死ねるんだで強くなるしな、そうかなりよ。あ、宝箱落ちたね、まあ、オーレン取って、オーレン取って、宝箱左下近いと思う俺、左下ちょっと見てみて、あ、近い、ね、すぐそこだね、okay、でこれ進化するね、するけど多分なんもないぜ今、あ、進化しそうな武器もないと思うけど、しそうな武器もない。ちょっと経験値見てみようかな、ないよ、ね、ピニオンがあと2か、あ、2か、あげ、あと10点が3だけどね、3か、やってみる、上げてってみるか、みる、okay、まあ耐えれるからここでちょっと踏ん張りながら、うん、ピニオンナイス、うん、すごい量だ敵の量こんなすごいんだ、ね、杖いくか、杖いくか、そうだね、杖いって、あークロックランセットが杖、そうなんだよね、結局な、結局杖、オッケー、ピニオン、これでマックス、これでバーナーも、バーナー、バーナーも爆発するってこと、そうだね、一応バーナーも、バーナーどういう感じで爆発するの、あーなるほど、当たったって、ね、おー強いわ、強いね、おー、まあ2にかけるか、2にかけるか、強い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 、お、あ、強いね、あ、結構いいね、戦場に当たったやつ全員爆発か、ね、これいいね、あーなかなか、あーなるほどなるほど、はい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 、そういう感じね、ちゃんと強いね、うん、ちゃんと強い、なんか感動してるわちゃんと強いんだ、バーナーだけでもそこそこ強かったのに、しっかりと強いわ、しっかり強い、ちょっと大丈夫ですか、ちょっと食らいすぎたね、ちょっと調子の乗ってしまった ね、 そうね、これ いいね、あれかな、このこれにも判定があるのかな、このある、う、産んだ火の玉、あ、ある、火の玉は爆発してるっぽいね、ナイスナイスナイス、あー強いね、うん、かなり強いわ、あーいい感じだ、であとホーレンがもう一個あるっけ、ある、オッケー、下ね、でも下なんで下先ガリ出す、このままガリ出ちゃうね、あ、引き寄せ、今ガリ出すまずいか、マミーからにするか、ガリ、あー囲まれてるからってことね、あー、まあ、あー出ちゃった、まあまあまあ出ちゃった、まあ結構火力高いから割とすぐ倒せるんじゃないですかね、まあね、これですよ、この感じですよ、確かに、うん、いや強いよ爆発、うん、ターナーの爆発、うん、強い、おーおーおー、いいね、あ、取れてないっすよ、ちなみにアイテム、アイテムは取れてないっす、アイテム取ってからホーレン取りっか、アイテム取ってその、あー、そう、その下、上から出たか、いやいいね、パシュンっつって、かっこいいっすねやっぱね、オッケー、アイテム取って、okay、どんぐらいダメージ出てんだろうな、ガリ、そんな出てない、そんな出てないあ、確かにそうだな、30とかじゃないですかこれ、あ、赤ダメージ、濃い赤ダメージだから、 あんまり爆発自体のダメージはそんなって感じか、そうだね、上宝箱、上宝、オッケー、なんか上がるのあるか、ない、ないか、じゃあもう薬取っちゃうか、うん、そうだね、炎の杖6、セット足りないし、ニンニク6、そうだ無理だね、じゃあ普通にレベル上げのためだけに宝箱取るわ、あ、取っちゃっていいっす、はい、さあ何か上がってもろって、フォローハーで、ね、左上か左下か、右し左下、左下行きながらほうれん草から舐めていくか、そうだね、うん、いいね、ほうれん草から舐めていくか、なかなか、うん、バンサバ用語だこれな、うん、下かこう下を順番にアイテム取っていくことをほうれん草から舐めていくか、うん、これは日常でも使いたいバンサバ用語ですね、全然使ってもらって、舐めてってな、肉も回収、倒せねえからな全然な、そうね、さあほうれん草3つ目 OK で左下っすね、そうですね、 OK、 愛のカゴで下にガリが5つ、ガリ、もうワンガリだ、真の狩りね、真狩り、これはあげてもいい、はい、真の狩り、そうね、真狩り、太陽だもん、ね、太陽な、あ、太陽は愛のか、そう、ああ下にいたよな、さあ真狩りね、真狩りを務める、真狩り務めてもらおうか、はい、
2番目だけどさあ来たしんがり、ナイス、ちゃんとした狩りが来て、さあ狩り2体に追いかけられながらの、まあ、左アイテム取りに行きたいという感じですかね。ちょっと動けなくなるのが怖いからちょっと進んどこ進んどこ。あ、宝箱、これはもう取っちゃって、ナイス、進化はしないけど、クローバーからクローバーから舐めてって、そうですね、おファイヤーも来て当てていいんじゃない、ほらほらほら、ガリ燃えろ、いいダメージ、オッケ ー、ガリ溶かした、ワンガリ、あ、これいいダメージだな、ほんと俺ワンマができんじゃないの、いいぞこれ、うん、まあ、あーさすがにか、まあまあ、でも炎やっぱ強いな、強いね、すごいダメージだな、出てるダメージおかしいもん、あ、右宝箱、右宝箱、オッケー、あー近いはずっすよ、あんまり見逃してない、オッケーオッケーオッケー、さあ、オッケー、ナイス、ありがたい、今回あげるもの多いからな、そうなんですよ、しっかり取っていきたいね、まあ、まだまだこんなあるのか、うん、そうだよ、俺が怪しいと思ってるからでしょ、いや、いけるでしょ、だってここから移動時間あるからね、移動時間もあるのが、まあそれは確かに、あった、オッケー、グローバー取って、オッケー、で、左行くか、そうだね、どっちが近いんだ、あ、引き寄せあるんだ、引き寄せあるんか、まあ、まあ、クローバー取って、ね、引き寄せ取り行くか、ああ引き寄せ取り行く、引き寄せっつうか、あと8分だけど、あー余裕ない、急いだ方が良さそうな、引き寄せ、まあ新たな引き寄せ出すか、引き寄せは確かになって感じだけど、いや、まあ、正直2個目のクローバーもどうかなって感じだったぐらい、あーなるほどね、さてまずいぞ、まあこれね、まあでも前もこのぐらいでクロックラスの進化だったから、まあこっからこっから変わってくるかな、かでもクロックラスの進化する傾向ないけどね今と、そうね、敵倒せてない、倒せてないね、よくないね、経験値もそれは増えねえな、いつの間にかガリ殺してんのか、ほんとだね、いつの間にか、ほんとにいつの間にかね、え、エッグ出てなくね、エッグ取ったのかな、エッグシレット取ったんだと思うんだよ、なるほどね、エッグ残ってたとしたら、うん、多分マップ上に表示されるアルカナか、ナイスアルカナ、さあこれで、まあ、火力というよりはスラッシュ、そうね、スラッシュか、うーん、なんだろう、回復、固めるときに回復か、これもいいんじゃない、固めダメージ、ギリって感じ、フリーズエクスプローション、いい、うんうん、じゃあこれで OK、 はい、はい、うん、いいね、クロックランセットがかなり良くなってきた、まあ、炎の杖上げて上上、オッケー、3匹目のガリな、オッケー、サードガリ、スカルも取りたいね、スカル取って敵の数増やして右上か、そうそうそう、なんかボス多いな、なんかコウモリがそうだね、結構出てくるイメージがある、引き寄せ、ナイス、オッケー、これで結構上がるんじゃないかな、割と逃してる気がするよね、でもまあ引き寄せ持ってるから、うん、そんな逃してない気もするんだよね、あ、普通の引き寄せを持ってるからね、そう、あ、いやちょっとそろそろ上げていかないと、上げていかないとそうだね、うん、さあ間に合うか、あと7分を切っている、6分半、それでまだまだ上げなきゃいけないものもあると、そうですね、果たしてスカルのレベル上げてる場合なのか、でもスカル取ればん溜まってそうな感じもない、お、さあこれでニンニク進化だね、ニンニク進化、ニンニク進化、オッケー、でこれで殲滅力も上げてって、安定もしましたね、そうね、上げてって、だったらこうスカルもね、スカルも取っちゃうか、取ろう、取っちゃおう、取ろう、はい、敵の数増やしていこう、あ、左下宝箱いっぱいある、おお、宝箱回収しよう、うん、宝箱マジで大事、そのたまに出すビームいいね、これ強いからね、いいね、一気にね、でーんでーん、定期的に出してきたよね、でーんでーんでーん、いいね、たまに出る、左が先かな、さあ、ウェブ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 。月経値も上げていかなきゃいけない。開け。開かない。炎の杖。これでレベルが上がるかな。あ、まだか。あと1か。くー。ローザリオが決まった。
さああと5分しかない。ボス足りるかこれ。あと進化させなきゃいけないのは3か。ボス足りないかもな。ちょっと宝箱もしかしたら上の方で貯めた方がいいかもしれないね。これまで取って、これまで取っていい。このあと全部温存だな。そうだね。もうちょいもうちょい。ああいいね。さあ最後の腕は取れてない。上げて、腕上げと、あと3分半ですごい量のあれを上げなきゃいけない。意外と倒せてないんだよな。そうだね、月桂樹も上げていかなきゃいけない、うん、OK。 クロックランセット優先で上げたいけど。そうだね、クロックランセットが進化すればかなり殲滅力が上がるからね。クロックランセットはどっちだっけ。腕輪の方か。腕輪の方だから、まあ腕輪とクロックランセット、ちょっとリロールしていく。そうだね、クロックランセット優先かな。うーん、でもないな、来ないね、逆に。腕は、オッケー、腕は、腕は、うん、でも腕はほとんど上がってない。そうだね、まだ2だ。だ 金2とシルバー1やで。いやーすごいな。まあしょうがないね、それ増やしてっか。これもそうだね、これ進化だ、うん、いやー間に合わなそうだな。だからこれで炎の精神かな。オッケー、ナイス。火力上がって、オッケー。いや相当上がるで。そうね、でも動き回って経験値いっぱい回収したい。まあ上がっていくしかないか。ちょっと上げてこう。いやでも経験値くそある、くそある、くそある。すごいすごいすごい。経験値、なかなかクロックランセットの方が来ないね。ねえ、クロックランセットはもうマックスなんだ。あ、クロックランセット自体はマックスなのか。腕輪が上がってないのか。腕上がってない。腕いこう。頼もう。あ、でもいけそうか、無理か。いや、ワンチャンこの怒涛の追い上げで、ミスズ学園で。かなりきついね。ミスズ学園、何のジムそれ。最近やってねえだろ、少し。左下、左下。マシャマシャ。オッケー、それ入ってそう、入ってそう。入ってそう。リロールしよう、リロールしよう。オッケー。シルバー。オッケー。シルバー巻いて。あ、そっちの方が伝わるね、シルバー。もっとシルバー巻くとかさんでしょ。ミスズ学園だったら、電車の、あの、広告にあるからみんなわかるよ。同等の。YouTube の検索履歴に、遊戯王シルバー巻くっていう履歴があるから。見たくなった。たまに見たくなる。そう、たまに見たくなって、うん、気持ちは分かる。そう、シルバー巻くところだ。右下赤あった。右、右側、右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 、そこ溜まってるかな。オッケー、ナイス。腕はシルバー巻くとかさ。シルバー巻いて、あと2分しかねえぞ。あと2分、いけるいけるいける。リロール、リロール、リロール。オッケー、9 9 9増加させよう、もっと増加させて、敵を増加させて、増加させよう、増加優先。うおー、いっぱい赤、赤まみれになってきた。赤まみれ、経験値が赤まみれ、経験値赤まみれ、赤まみれ体操、いけ、赤まみれ、いけ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 、経験値赤まみれ、ゴールドゴールド、上げてけ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 、間に合え。いや、間に合えというか、宝箱出る、これ。宝箱が出ない可能性。宝箱どっかにない。1個しかない。宝箱1個どこ。左下にあるんだけど。左下にある。うん、もう1個出る、これ。こっから出たっけ。宝箱足りない。こっから出た気がしねえけど。あと2分で宝箱出るっけ。スカル、スカル、スカル、スカル。待って、宝箱取っちゃいけないから、取りそうになったら教えてな。うん。でも敵倒した瞬間に出る宝箱は無理だよ。そうだね、それは取っちゃう、取っちゃう宝箱だね。左下の見とくけど。オッケー。いや出ねえな、これボスが出ないか。これ出た気がしねえもん。29分でボスがいないってこと。ああ、出た気しねえもん。いなくね、だって29分まだあと8秒ある。ああ、あの取っちゃいけないよっていう。あ、取っちゃいけない、 あるよ、大丈夫ね。オッケー。今どんな感じ。シルバーがマックスじゃないか。あと1、シルバーあと1上げればクロックランセット進化。クロックランセットが進化。とりあえずクロックランセットまで行こう。しょうがない、スキップしてもしょうがないから取って。取るしかない、ね、どれでもいい、どれでもいい。あ、シルバーマックス、これで進化のはず。ボスがいね。進化しよう、進化しよう、とりあえず。あ、上に宝箱ある。ある、ある、マジで。スカル取って、スカル取って、下進化、下進化、下進化、これ絶対そうだよね。まあ、スカル上げるしかないか、うん、スカル上げて、あと矢印を3上げなきゃいけない、うん、ちょっと待って、待たなくていいか。いや、と取っちゃっていいでしょ。取っちゃっていいよね。取っちゃっていいか、うん、シルバーシルバーだから。さすがに平気だよね。そう、大丈夫大丈夫、これで火力上がるんじゃないか。オッケーオッケー、あー、そこか。あと48秒でレベルを3上げ、うん、レベル3、これ矢印を3上げて、うん、上の取ればクリア。だったらスキップでクローバーバニッシュ。
なるほど、ね、だったらまあちょっと埋まらないの俺は嫌なんですけど、はいはいはい、まあまあしょうがない背に腹は変えられないというかオッケーオッケー。でもほらあれがレフト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 いける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 、あと1あと1、おっレフト来た、これでマックス大丈夫、マックスだね、うん、オッケー、これで進化、危ねえ、残り40秒残してだから絶対危ねえと思ったよ俺、いや危なかった、絶対危ないと思ったよ、ギリギリだったなんでお前そんな余裕そうなんだろうって思ってましたけどね。まあ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 、そうね、でも最後完成してよかったっすよ、なんとかね、まあ、でまだ31分まで生き残るんですからねそっか、うん、そっか、こっからか、ね、まだ、ね、そんなのがあったね、まあまあ大丈夫ですけど、ちょっとクローバーレベル3のクローバーが裏目しとるこちらを見ているけど、いや本当にまあ完成しましたねやっとね、前回はそっかこのクロックランセットの進化が早めにいったから 即進化してたそれでもうこの殲滅力でレベルがめちゃくちゃ早く上がったっていう感じだったんですね、今回進化遅かったんで、でも今回はこのクロックランセットが、うん、あの苦楽の書でぶっ壊れてるんで、うん、とんでもないことになってるね、定期的にこの虹色の光がそう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 、とんでもないことになってます、すごい追い上げだね、レベルの上がり方がすごいわ、すごいよね、さあ来たぞ、まあもう死神は倒せます、ね、うん、死神は別に倒せるから別にっていうところで避けなくてもいい、右下一応経験値集められます、そうですね、回収しておきましょうか、ね、はい、時も止まります、時も止めて、はい、さあどうぞ、はい、これドバッと来て、ね、ああこういうフィールド何もなくなったからね今ね全部回収してさ あ特殊演出来るという読みですけど、ね、そうね、33分ぐらいだとは思うんだよね、俺てか逆に倒しちゃいけないか、倒した瞬間特殊演出だから31分まで特殊演出を起こしちゃいけない、逃げるか、逃げろう、逃げようか、でもさ1体じゃなくね倒してあれ1体目、1体目じゃなくじゃあ逃げる逃げる逃げる、じゃあ逃げる、じゃあ逃げる、こっち一緒に逃げる、この虹色の光をあいつに当てちゃいけない、あいつに当てないゲーム、ね、うん、31分まで当てちゃいけない、あ逃げろ、当たってっけ、当たってるけどね、ゴリゴリ当たってるけどね、出てくるどっからか、痛い痛い痛い、逃げろ、守れ守れ守れ、逃げろ、死神を守れ、あと5秒、とりあえず OK、 とりあえず OK、 4、3、2、よし、とりあえず OK、 クリア OK、はいはい、とりあえずね、はい、もう殺し、もう殺し、もう殺し、まあ来いよ、死だねー、そりゃそうだよお前つえな、月桂樹の進化もあるんだからね、はい、一発銃ですから、これなんか特殊演出が来ますね、来るよな多分な、うん、だってこれ死ねないもん、死ねないね、そう死ねないから来るはず、来た来た、さあ31分23秒に来た、実は危なかったね、そうね、ああだやっぱちょっと避けてたのは良かったのかもしれないですね、さあ来るぞ新死神ね、はい、この灰色の死神自分が動くとその速度同じ速度で迫ってくるんだよ、うん、というかまあ動くとっていうかなんかその同じなんつうの、迫ってくる速度変わんないと、そうそんな感じだね、いる、まあ多分左に出てきますよ、ニョキってどうもーっつって、どうもっつって、うん、ああ来た来た来た、ああはいはいはい、止まる、はい、近づいてくる速度変更なしですからね、ああ、はい、即死、ああ HP あるけどね、さあ決まりましたね、はい、はい、ああ3つ解除、ああすごいですね、はいアントニオ危ねえじゃねえかやっぱりギリギリでしたねまあよかったですよ、ハラハラもね少し見せられたんで、はいはい、じゃあ見ていきますか、そうですね、うん、うんって書いてあるね、リシーブウェポンゲッツプラス1アマウント、あー量が増えるってことかな、って感じかな、キャラクターズメインウェポンアンドイーツエボリューション、え進化したそのメインで持ってる武器のやつだったら量が3つ増えるってことかな、うん、そうだね多分ね、なんか何でも全部のリスティドウェポンは1増えて、全部の武器が1増えて、もともと持ってるやつだったら3増えるって感じかな、なるほどね、何が運なんだろうね、全然運じゃない感じするけどわかんねえでムチと骨と桜爆弾と、ああレア武器シリーズなんだ、レア武器とムチだね、その左はこの左がマッドグローブ Every 2 minutes attacks all standard stage item アトラックピックアップ&ライトなんだろう、えこれさこれ森のあれだね、靴って引き寄せるじゃないこれ、あえなるほど、2分ごとにこのアイテムが自分に向かって飛んでくるってことでは違うか、あなるほど、違う、
でもね、今これ森じゃん、うん、森だからクローバー、ほうれん草、多分そうだと思うんだよね。あ、可能性あるね。え、邪魔では。もう2分ごとに来るかもしれないって感じですかね。まあ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 、次回あのここの2つらへんのあるかな、ちょっと見ていく感じでいいんじゃないですか。はい、いいと思います。まあ、はい、とりあえず今日はあの3つのアチーブメントをクリアしたということで、はい、まああれですね、あの新しい武器なのか、相手も気になりますけどね。そうですね、あそこらへんも気になりますけど、はい、まあまとめて次回やるっていう形で、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。